今回は、ヒロアカ374話、バタフライエフェクトについて、読者の反応集を紹介します。高評価、コメント、チャンネル登録励みになりますので、お願いいたします。それでは本編へどうぞ。トガちゃんやばー。全員第2ラウンド？ホークスは誰に向かって言ってんだろ。お父さんって結構学びがあるのね。世界から援軍来る？ひえー。やっぱ相沢のとこに。うんわ、白雲起こしたのが裏目に。待て、トワイス、トワイス、トワイス。ガー、トワイス。事前に変身して増やしてたコピーなのか。現在進行形でお茶子チームの目の前で増えたのか。トドロキはもう次に行こうぜ。そっちの方が戦力的に役に立つだろ。トドロキ前座はもうしょうがないとして、トガちゃんの因縁相手が、お茶子からホークスにシフトしてるんだが。お茶子も前座か消化バトルに格下げに悩せんだろうな。ぶっちゃけトドロキと戦うよりも、エンデバーとダビがどんな話するのかの方が気になるし。トドロキは機能力ある側の人間だよ。質疑内だとトドロキの個性は不利だろ。後半に向けなのととっさの攻撃方向の変更がしにくい。機動力はとっさに切り替え可能な動きでの個性使用が必須。だからこそ、移動しつつ爆破させる火力高い爆豪は期待されてたんだがな。やっぱダビの体質はまだ何かあるのか。得意点超えた？霊の体質が覚醒して体を内部から冷やしているとか？ドクターは余命宣告してたから肉体改造はしてないはずなんだがな。海外ファンの、ヨタ予想フェニックス説が再燃するか？ホークスのそいつを殺せ。って誰に命令してんだろ。一緒にお茶子がついてきてる？トワイスが手に持ってんのって、引きちぎったつゆちゃんのゴーグル？なんかトムラがハットガムみたいになってないか？どんどん人間やめてくじゃんこいつ。当初の子供大人から、バーサス、リデストロまでのトムラが好きだった。さすがに中途半端だし、トドロキの戦いはここで終わりだとは思いたくない。イーダも何もしてないし。それにしても死にかけのダビが、なんでこんなに動けるんだという読者の疑問に、トドロキが言及してるが、理由が明かされるか？ブワイスまで来たのは完全に予想外だったけど、ホークス専用ヴィランみたいな扱いなんだろうか。どうでもいいけど、ダビとブワイスがワープ穴から上半身だけ出してるず、シュールで草。このブワイスたちは、骨折程度で消えるブワイスなんだよね。ダビは三男殺すのは諦めて、父さんに会いに行くことを優先したか。まあ、最初から父親以外眼中にないから当然かもしれない。ダビが飛んで山荘まで行くつもりだったの無謀すぎて草。スケプティック、ダビの呼び方がファザコン固定になってるのも草。オールフォーワンの時も思ったけど、ギガマキと黒霧も殺しておけばよかったのに。黒霧は貴重なハイエンドノームの研究材料だからな。ギガマキは殺せるのかすら怪しい。トワイスは自分以外増やすの苦手だったけど、トガちゃんなら、オールフォーランやヒガラキでサッドマンズパレードできるんじゃないかと期待してる。ブワイスの能力で、ダビがやりたかったことが明らかになる？ブワイスに増やしてもらった自分で、エンデバーを囲んで精神攻撃とか？次回また救済か。救済後人気投票結果発表かな。やっぱり今年中に終わらなくて草。嬉しい。お茶子つゆはトガに敗北したみたいやね。分断される前、トガはデクにしか興味なさそうだったのに。ブワイスのコピーはホークスのことしか頭になさそう。どういうことなの？あの場面でデクーって出てきたらシュールすぎるだろ。いや、それはそうなんだけど。お茶子との戦闘中にどういう心境の変化があったのか、もしくは予備であらかじめ作ってあったのか、とかよ。デクの返事がお茶子と同じだったことで、もう、ヒーローはいらないさようならモード入ってるからかも。おそらくもろもろ考えると、死の瞬間からいきなり今に接続されたトワイスを増やした、ってことになるのかなと思う。ホークスへの恨みマックスー。ダビ来た時のエンデバーがめっちゃ嫌そうな顔してて草。モノマ側にトラブル起きたおかげで、個性封じなしの完全大使ガラキが、やっとお披露目されそうだけど、ヒーロー側に勝ち筋が見えん。でも本気の力見たかったからすげえ楽しみ。ここからヒーローサイドがどうやって勝つのかさっぱりわからん。もう無理だね。トドロキーがお茶子つゆがこれで終わりだったら、今後読む気失せるんだけど、さすがにそれはないよね。ついてくるとしたら、イーダトドロキお茶子つゆが三層入りかね。マイクは棺についてきたけど、ゲート閉じたら生じコーダはおそらく事後処理のみ。しがらきって個性消失弾食らっても、抹消状態と同じ、クソ強身体機能は消えないんかな。まだ天候の石が残ってたりするから、そこも何かありそうだけど。しがらきについていった奴らは、オールフォーワンの乗っ取り状況見たらどう行動するんだろうな。棺の方にトドロキ登場させたがる人がなんでいるのか謎だわ。アニメの方ではメイン3人みたいに扱ってるけど、原作だとトドロキ家問題の中心人物であって、デク爆豪とはまた別枠でのメインキャラだから、棺に来る意味が全くないような。
それに最後の最後でトドロキカヤの外でこの問題解決したら、普通に納得いかないよ。納得しなくて結構としか。んなよ、丁調和の話なんかつまらんやろ。棺に来るならオールフォーワンと一緒に来るだろうな。受け入れろよ。最初からダビは親父しか眼中なかったろ。予定調和を避けるのと期待を裏切るのは似て非なるもの。しかし、メタ的には仕方ないけどガクト動員しすぎだよな。子供がこんな命がけで戦ってるのにヒーローはあっさり負けてった。ヒーローたちのなんと情けないことか。俺たちのために戦え。ただし罵声しか与えられないものとする。最終的には勝つんだろうけど、ヒーロー側これどうやって勝つんだよ。ナガンとオバホとエリとラブラバあたりが鍵かね。止血高校とフワマワタもまだおらんが。果たして最終的に勝つのだろうか。なんかトドロキの口調いつもと違うような。敵やクラスメイトと違って弟として話しかけてる感じやね。トドロキが問うやにいいだけが動いているんだって言っているけど、どういうこっか。ダビ本人が知らないところでオールフォーワンに個性付与されていない。そのまま熱で誰も動けない環境の中、ダビだけうごうご動いてるって意味だろ。そのままの意味よ。ダメージも体と周囲全体の熱もやばくて、誰もまともに動けない灼熱地獄の中で、編集長のダビだけがまだ動けてるから、ショートが今警戒解いて目を離すわけにはいかない、という異様な光景ってこと。実は、死柄木とアホ以外は海外に巻いとけばよかった気がする。黒霧来なかったら死柄木終わってただろ。オールフォーワンの余裕しゃくしゃくな態度が腹立つな。トガプアイス以外は奇跡で勝ってるから、ヴィラン側の奇跡個性強すぎるわ。この感じだと敵味方のメインどころは、2箇所にそれぞれ集合して第2ラウンドと思っていいのかな。トムラ黒キリトガと、デクバクゴーオチャコツユアイザワマイクたち、オールフォーワンダビと、エンデバーホークスとドロキイダたち、オチャコとツユがワークしてる描写ないし、黒キリがヒーローを別の戦場に連れてくる意味もないから、ヒーローが分断されるターンじゃない。トガちゃんホークスのとこに出てきてない。なんでオチャコツユちゃんたちがトムラのとこなんだ。トガ、カッコツアイスがエンデバーのとこと、つゆちゃんのゴーグル持ってる時点でオールフォーワンのとこだろ。オールフォーワンとダビはほっとけ死ぬけど、その間の悪あがきで被害がえぐいことになりそう。エンデバーはもうダビ連れて心中しかなさそうで、トドロキが心底かわいそう。心中か。ここまで来るとありそうなのが怖い。オールフォーワンがめっちゃエンデバーを攻撃して、心折ってダビとエンデバーの心中を応援しそう。夏くん、冬美ちゃん、レイさんのために、エンジは生きて償う道を諦めないでほしい。爆豪復活早急にしないとトムラが勝つだけのメンツで草。復活してもギリギリだし。数分心臓止まって死んでるのに、傷口縫合したとしても絶対安静でしょ。復活していきなり戦い出したらさすがに変じゃない。普通ならそう。ただ、爆豪の走馬灯が死柄木の走馬灯からの強化復活と露骨に被せてるのがな。まあこのままマジで前線復帰するなら、戦い終わった後死ぬが。増殖とガニ飲み込まれる寸前でお茶子の個性で、空中に避難してるか水中に避難してそう。今年も残り数話しかないけど、読んでてスッキリする展開で終わらせてくれよ。もうヴィラン無双はいいよ。いや、こっからヴィラン優勢のターンやろ。今までが分断と抹消による、ヒーロー優勢のターンだったんだから。何のためのプワイスの血、ダビの再起動、エリの巻き戻し弾だと思ってんだ。ダビももう、なぜ動けてるのか不思議なくらいの焦げ焦げ具合だから。エンジに言ってほしい言葉と態度もらったら、勝手に成仏しそう。いや、厳しいか。トドロキ連打はありえないけど、もともと36巻表紙にエンデバーも入れる気だった。かっこけど我慢したあたり、ダビ戦は大方36巻分で片付いてるんだろうな。我慢したなんて言ってなくね。トドロキが何のために戦っているかを表した絵にすべき、って思っていなくしただけで。でも実際パッとノウに浮かんだのは、エンデバーのドン表紙の方なんだよな。やはり作者が真にやりたいのらそっちの方。トドロキってもう体力限界らしいけど、こっから休みなしで、この前よりでかい技なんかできんの？無理だろ。少年漫画に出てくる限界は超えるためにあるんや。雷と矢をよろずが、裏方では終わらないだろうと思ってたから、前線に出てくる展開になりそうで楽しみ。輪が軽視されてるがあれ相当ヤバいだろ。ダビは常にプルスウルトラしてるからな。トドロキももちろんプルスウルトラするだろ。トドロキはもう十分出番もあったし活躍もしただろ。次はトガオチャコツユの回想シーンだろうか。ブワイス解禁までの童貞見るのつれえわ。最高傑作殺すのも諦めたから、もうダビは父親との心中に全振りなんだろうな。改めて考えると、それダビしかハッピーにならないからさすがにそうはならないか。ここから逆転勝利なんて、それこそマイトが復活しないと無理なのでは。やっぱりオールマイトがいないとダメなんだ、って感じにはしないだろ。オールマイトが来てくれたら、って展開を全員が力を合わせて乗り切るのが、
髪の色のヒロアカじゃないか。それにしても一つ引っかかるんだけど。何や？言うてみ。プロヒーローが何一つ作戦成功してなくてくさ。言うて何十年もヒーロー側に、日陰に追いやられた者たちの決起なのだから、それくらいやれないとドラマにならん。ただ、ヴィランが犯罪計画したけど、あっさりヒーローにやられましたじゃダメでしょ。ヒーロー側が全員プルスウルトラする、最高カタルシス展開間違いなく来るから、首長くして待ってろや。ホリー頼むでほんま。ランキングも楽しみやー。今回はここまで、ヒロアカって本当に面白いですね。今後の展開が、ますます楽しみですね。それでは、さようなら。あ、終わる前に高評価、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。最後まで、ご視聴、ありがとう、ございました。